100人以上の板前が在籍する北王子では、見習いの板前を早く一人前に育てるため、毎月2回の板前スクールを開催し、営業中では行えない細かい指導を行うことで、5年以上かかる板前修行を3年以内に短縮しています。受講者の声を聞いてみましょう。先輩の技術がとにかくすごいですね。近くで見れて丁寧に教えてくれるので、自分も頑張れば先輩のようになれるというイメージが持てます。板前修行は早朝や深夜に一人でやると思っていたんですけど、板前スクールは休日に無料で参加できるので、そこがとても嬉しいなと思いました。仕事も少しずつですけどできることが増えてきました。魚を砂漠であったり、野菜の切りつけ、大根のかつら剥きなども徐々にできるようになりました。実際にやってみるとまだまだうまくはできないんですけど、頑張ります。ありがとうございます。ホームページを見て、ここなら早く自分も一人前になれると思ったからです。また歴史があり、100人以上の板前さんがいるという点にも魅力を感じました。マンツーマンで指導してくださるので、営業中ではなかなか聞けない細かいところまで聞いてよかったです。はい、スクールで習った技術をすぐに現場で使わせていただけるので、成長したと感じています。先輩のように早く一つのポジションを任せていただけるように、まずは基礎をしっかり学んでいきたいです。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、スクールに参加したことで技術が上がったのはもちろんですが、料理に対する先輩の熱い思いを聞いたので、かなり意識が高まったと思います。またスクールで一緒に頑張った仲間や先輩と時々飲みに行ったりして、輪が広がったと思います。はい、まだ入社3年目ですが、差し歯を担当させていただくことになりました。こんなに早く一つのポジションを与えてくれたのはスクールのおかげだと思っています。はい、後輩を指導するチャンスをもらえてすごく嬉しいです。自分が先輩から教わってきたことを後輩にしっかり伝えていきたいと思います。はい、ついに花形の差し歯にチャレンジします。一人前の板前として活躍できるように頑張ります。